作り始めて今年の夏で丸6年なんで、7年目に突入する感じですね。こっちの客ももう、はい、シームジャケットはもう傷んだけどね、はい、その辺がちょっとポコポコ盛り上がってるのが、はい、インホールで穴開いちゃって、すでにですね、溶接してる最中。だからあと2回、次の月が記念すべき500バッチ事故です。はい、おお。はい、積もった資金で買った箱もこれです。お、最初は3基分の金額で設定してスタートしたんですよね。それを24時間以内に達成しちゃったから、ちょっと調子こいて、じゃあ8基全部みたいな感じで、もともとスタート8基の予定だったから、そのうちの3基分お願いしますとクラファンが全部8基分全部お願いしますプラファンになって、それで2基、2基で、この2基は去年ですね、はい、この2基は2020年かな、最終的なゴールは地元上富良野産ホップを使ったホップ 100% のホップビールをどのビールも 100% とやるというのが最終形なんで、そういう意味ではまだ 50% ぐらいなんですかね。現時点では定番ビール、定番に関してだけは通年で地元ホップ 100% で作れているので、そういう意味ではフラッグシップは常に 100%、 そう思うと 50% ぐらいは実現できてるのかなって感じです。これが一番地元比率の高いビールです。ホップとハスカップ100キロが入ってるから、綺麗ですね。僕がもともとピルスナー大好きなんで、ラガーが好きで、本当にそれこそオッポコタンで開業するときには本気でピルスナーラガーしか作んないブルワリーを本気で考えた時期もあったぐらいなので、だからそういう意味では本当にもう自信を持って大好きなピルスナーというのを力を入れて作っているかなと。実際今もリリースしてるビールの半分がラガー系なんで、ある意味なかなか半分ラガーのブルワリーって少ないと思うんで、いい特徴が出せてるのかなとは思ってます。もう樽と瓶と奥にはホップが、おお、あーすごい、ホップすごい香ってる。工場外に、はい、町内に冷凍庫借りてて、地元のホップとかも、はい、そのラックの上箱に2023カスケットって書いてるじゃないですか、はい、それは一部こっちに冷蔵庫に持ってきてるけど、はい、他はあの冷凍庫で保管してます。ホールで最初やったけれども、はい、保存性考えるとやっぱホールだとすぐ酸化しちゃうんですよ。だから行き着くところはやっぱペレットなんだなって思って、うちはハーブショブリューリアルにできてるから、生ホップは生ホップで年に1回やって、はい、あとはもうペレットにした方がやっぱ使いやすいし、なるほど、品質的にもいいなと。あ、10本中9本がフラノワインから、はい、フラノワインで1本だけこいつだけが、はいはい、多分おそらく新作コレクト中飛んでいく三笠市にある、うん、あの滝沢ワイナリー、うん、全部別々のものが入ってるんですけれども、はい、一番最近入れたやつだと、あのインペリアルスタウトベースのコーヒービールを入れたりだとか、あとはうちの定番ビールのハスカップだったハスカップを入れたりだとか、はい、支援していただいたパトロンの皆さんには当時のリターンで
ホップ摘みツアーというのをやってるんですよね。そういうのも毎年、まあ、収穫の時期なんで年に1回ですけれども、参加できる方には来ていただいてって感じでやってますから、まあ、そういう定番ビールのオリジナルズがこう通年で地元ホップ 100%、 それを皆さん支援者の方は知っていただいてて、その完成したビールをこのブルワリーの地元上富良野でホップを摘みながら飲んですごい楽しんでいただけてるので、そういう意味ではこうクラファンで皆さんの支援のおかげで出来上がった、誕生したブルワリーとしては面白い体験も皆さんにしていただけてるんじゃないかなと思います。すごい、これが収穫です。あ、あ、見つけるか。フックがついてるとツルを巻きつける、はい、でどん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 この機械の中に入れてって、なるほど、休暇とツルにこう分けていく、はい、でガーッとどんどん中にツルごと持っていくと、そう、ツルだけになったのが外から追い出してやって、まあ休暇がここにこぼれてくるんですよ、はい、機械の下にポロ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 落ちてきて、はい、それをここのコンベヤーで受けて、はい、でこいつとこのコンベヤーとジョイントさせて、うん、で上までどんどん、そことこのコンベヤーとこっちもこっちもして、で、すごいな、上まで持ってきて、で、最後にバラ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 と、おお、そうするともうここがもう休暇の山になるんで、それを平たく鳴らして、で、下から熱風ガーッと、で、ここに今立ってる、はい、真下がまたコンベヤーになってて、はい、で、こっちに流してみて、コンベアがこう流れてきて、で下にフレコンバックで受けて、はい、ここからポロ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 出てくるんですよ、はいはい、見えますよ、そこ、はい、あ、見えます、これだ、だから今これシーズンオフだから位置ちょっとずれてますけど、はい、これがちょっとドンピシャして、でフレコンに落としたやつをプレッシャーかけてプレスして少しでも押し込んでいくって、なるほど、うん、でフレコン、乾燥したフレコンバックをトラックに積んで岩手のペレット加工場まで持っていく、まあ、こんな感じで伸びてきているのを、はい、これから間引いていく作業があるんですよね、うん、一つの株からワンサカ生えてくるから、一つの株からこう誘引線2本に分けてという感じ、量は足りてるけれども今栽培してる品種がまだメインが1種類しかない、あとはまあポップコタン醸造のオリジナル品種っていうのをまあ今開発して増やしている最中なので、それが2種類、それをまあどん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 3種類4種類って増やしていくことによって、地元ホップを使ったあの多種多様なビールをより作っていくことができるのかなって感じですね。